十字軍の騎士たち、モステウトニクスは、はるか遠い外国で戦死した貴族たちの遺体を、輸送に適した大きさに分けた上で、彼らの故国にある彼らが望んだ場所に埋葬するために、行われたモステウトニクスは、中世ヨーロッパで、輸送手段を容易にするようくらいの高い個人の遺体を、厳粛に処置した、ドイツの監修を意味する守護の葬儀の監修。個人の出身国から遠く離れた土地より、 衛生的に個人の骨を輸送できる、よう、遺体から肉を取り除く過程が生じた。ルイセ聖イ王の死。エンバーミングを施された王の遺体が、故国に運ぶ、長い時間の間に腐敗が進むのを防ぐため、モステイウトニクスの承知がなされた第二回十字軍の間、聖地で戦死した、または病死した貴族の亡骸を、故郷から遠く離れたイスラム教の土地に埋葬する、ことは、 不適当だと考えられていた。遠距離の外国から時間をかけて、遺体すべてを輸送することは、非現実的であり、多くの場合、熱い気候によって早く腐敗が進んでしまうため、非衛生的であった。ドイツ人貴族たちは特に、埋葬は、聖地で行わずむしろ、故国の土に帰ることを望んだ。12世紀フィレンツェの年代記作家、ボンコンパーニョは、ドイツ人貴族と、 得意な手続きとを結びつけた最初の人物で、モステウトニクスというフレーズを生み出した。イングランド貴族とフランス貴族は全体的にエンバーミングを好み、遺体とは別の場所に内臓や心臓を埋葬した。エンバーミングを施した遺体の輸送は、腐敗を数日間しか止められなかった。モステウトニクスの長所の一つは、エンバーミングより相対的に費用がかからず、 より衛生的になったことである。この慣習が存在したことは、10世紀終わりに、ヒルデスハイム司教ゲルダクが記したことで、証明されている。不可抗力ではあったものの、1270年、イスラムが支配するチュニスで亡くなった、ルイ王は、フランスに輸送するためにもステウトニクスの処置がされた。遺体を、心臓、内臓、骨に分けることを、ディラサーシオ・カーポーリスと言った。 遺体を複数回に分けて埋葬することは13世紀以降フランス王国内ではカペー朝の特権となった。このディラサンシオが亡き王を称えるための葬儀を倍の数に増加させたし埋葬地も増えた。遺体の保存は中世社会で非常に一般的に行われていた。腐敗した遺体は罪深いもの、邪悪なものの象徴とみなされていた。エンバーミングとモステウトニクスは 墓に作られる個人の彫像と並行して遺体が亡くなった時のそのままの状態で腐敗せず、静止している状態であると見るものを錯覚させる方法であり、遺体の死後硬直と腐敗という不安のイメージを取り除いたものだった。モステウトニクスのプロセスは、次の段階の過程を容易に行うために遺体をバラバラにすることから始まる。続いて、 切り分けられた遺体の一部を水ず可愛いんで数時間煮る。煮ることで骨から肉が外れるようになる。残ったものはすべて骨からかき取られ、完全にきれいな骸骨を残すだけとなる。遺体の肉や内臓は直ちに埋葬されるか、家畜の肉を保存するのと同じように塩漬けにされた。骨、そして肉の残余部分はその後埋葬儀式のため個人の故郷へ運ばれていった。中世社会は、 一般的に内臓は汚らしいものだと考えていた。特にドイツ人貴族の間では内臓の処理には大した厳粛さも備わっていなかった。教会は監修が実際に行われていることに対しては高い評価を与えていた。しかしローマ教皇ボニファティウス8世はモステウトニクスに対して特に嫌悪感を持っていることが知られていた。なぜなら彼の理想では 体は欠けさせてはならず、整合性の取れた状態でなければならなかったからである。1300年の教皇教書でセプルチャースにおいて、ボニファティウス8世は、モステウトニクスを禁止した。慣習の禁止を盛り込んだ、教皇教書が発行されると、しばしば人体解剖の禁止であると誤解された。これはおそらく、反響を恐れていた一部の解剖学者の研究を、 隠すためで医学用解剖の結果に懲罰を与えるためであった。しかしデッセプルチャースはモステウトニクスの監修を禁止しただけであり、全般的に解剖を禁じたのではなかった。ありがとうございます。